ここは三重県総合文化センターです。日本舞踊の発表会が行われようとしています。ちょっと中へ入れてもらいます。観客席にはたくさんのお客様が開演を待っています。楽屋を訪ねます。化粧部屋、床山部屋、衣装部屋があります。最初は化粧から始まります。そして衣装に移り、床山へと進みます。なんてやつ？大人は緊張気味ですが、子供はゆとりを持って楽しんでいます。子供たちは舞台化粧でお人形のように変わります。親は我が子の姿に大感激です。衣装部屋です。床山部屋でカツラをつけると出来上がりになります。これから踊るの？はい、ああ、綺麗に映ってるわ。すでに出番が終わった人、これから舞台に向かう人、楽屋の通路ではすぐ見分けがつきます。娘役から獅子役に変身する大掛かりな早変わりです。化粧、衣装、床山、全てを短い時間で作り変えます。
楽屋にはあらゆる箇所に舞台を映すモニターが置かれていますが、ここは臨時に用意した場所のため、天井から聞こえる舞台の音楽が時計代わりになります。この早替わりは時間との競争で、何度も何度も本番同様にリハーサルを重ね、それぞれの動作が秒単位で測られています。獅子の姿が出来上がりました。花道まで走ります。この舞踊は大奥の岡上比企の余興に、娘が舞ううちに獅子の精が乗り移るという内容で、娘から獅子への移り変わりが舞台裏での早替わりとなります。ちょっと覗いてみました。